も TQQ です。半蔵の電光石火が1回だけ反射するアップデートが来たのを皆さん覚えてるでしょうか。今年の1月7日のアップデートで空中ローリングとか250ダメージシャターと一緒に実装されたんですけど、自分は特に実用性のわからないままでした。ほんで今回狙ってないにもかかわらず、なぜか電光石火で敵を倒した試合です。最後にリプレイで確認してみたので、ぜひ最後までご覧ください。アレジーがめっちゃ暴れてる。でかい。惜しい。拠点ドラゴンインある。ここでドラゴンよ。え、無理かも。オッケー、ありがとう。助かった。殴れラインハルト。レイロードはもう無視で。でかいね。あ、なんか撃ってもた。あーマジ上が釣り取られた。やばい。トレーサーがね、だいぶややこい感じ出してるわ。死んだ、ナイス。でかい。惜しい。もうちょい我慢すればよかった。いいよー、ナイスボブ。やばいやばい。はあ、ちゃんと頭に当てれば。このキャラやっぱ強いわ。当たればね、もうチャージとかもたぶん事故やろ。俺マーシー狙ってたらさ、オリーさん嫌だった。こういうとこある。肝臓意味わからんとこある。スイカこうやな。じゃあ、え、どこ、うわ正面か。やってもうた。いやマジやばい。いける。なんかバテ死んでんねんけど、なんで。え、俺どうやってバテ倒した。
俺ずっとシグマ狙っててんけど。ちょ、ガチで意味わからんねんけど、このキャラ。はぁ、楽しい、このキャラ。なんやねん。わけわからん。ちょっと、後でリプレイ確認しよう。すごいの、火力がやっぱ。素晴らしい。おらら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 。ちょっとやないか。俺見てなかった。ごめんごめん。引いたらある。なぜならアルティメットがあるから。うわ、惜しい。源氏にいろ。あ、死んだ多分それ。ナイス。これ正面からいった方がいいな。トリスはやつって助けて、ありがとう。あかん、俺死ぬ。うわ、もう最悪や。アッシュ強えな、味方の頭。パチンコパチンコ、カスカス。テッテレレッテレレッテンテン。フリーズ来い、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 フリーズ来い。やっぱ200族狙ったらダメだ。ワンチャン穴起こして、いやー分かってんのか。いや燃えたー。縦割り縦割り。ナイス、ある。マジロー、トレサ。バティモロ、おお、マイガ。浮いた、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 浮いた。うわあ！まだある、まだある、まだある、まだある。全然あるよ。やばい、いや妹だ、邪魔邪魔邪魔。はい、いやめっちゃロー、真っ白、ナイス、バチコーン、ラッシュの勝ち。ちょっといろいろ審議のシーンやったんよな。ん？うわ？この次かな？ラストの、ラスト。わ？やばない？
マジで玉曲がってんねんけど、反射やかもしらん。あ、反射やで死んだんや。ということで今回の動画はここまでです。この動画が良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃねっ。